韓国政府は22日、日本と韓国の軍事情報包括保護協定 GSOMIA を破棄することを発表しました。破棄の理由について大統領府関係者は、日本は根拠の説明もなしに安保上の問題が発生したことを理由に一方的に韓国を輸出優遇国から除外した。日本は我々を安保面の友好国とみなしておらず、安保協力の根幹を揺さぶる行為と認識したと説明しています。GSOMIA破棄決定に関し、安倍総理は23日午前、韓国側が国との信頼関係を損なう対応を残念ながら続けている。今後も彼らが国との約束を守るように求めていきたい、と述べました。またポンペオ米国務長官は失望を、米国防省は強い懸念と失望を表明。米国務省は破棄の意向は北東アジアの深刻な安保問題に対するムン・ジェイン政権の思い違いを示していると、ムン政権に繰り返し明確に伝えてきたと明らかにしています。この件を NYT や CNN など米国を中心に海外大手メディアも続々と報道。コメント欄には様々な意見が寄せられていましたので、一部をご紹介します。